はい、今日は大宮の手前まで、行きはあの中仙台で、帰りは大宮バイパスで、新大宮バイパス。はいはい、まあ3、40キロ、3時間でしたけどね、3、40キロ、まあ15キロの差で、はい、いつもとにかく景色で頭を、毎日毎日、あれよ、記憶っていうのはね、なくなっていくから、なくなっ、そういえば僕44じゃなくて45歳だった、うん、45、気がつかんうちに45なんですよ。44かと思ってとにかく一日寝ると記憶がちょっと覚えたものがちょっと引くから、それでまた毎日やったら記憶がまた戻って、それをやってたらどんどん記憶の量が蓄積されて頭が良くなって、あと体力もね、頭と体力、それがあの自転車の醍醐味というかね、自転車のいいところですね。まあ別に、まあ僕は勧めますけどね、まあ、疲れる人はね、もう車かなんかで、車にしてるじゃん。まあ人生100年時代中からね、成長プロセスを完全に終了しています。まあ今日も、まあ、ちょっと上手くなってたかなって、まあ、タイヤあのシリコンのあれ入れてちょっと失敗したんだけど、まあ言い訳ですけど、まあ、あれあのシリコン、セメダインのシリコンはあれはね、うまくやればできると思う。ノーパンクかっていう、あのタイヤのパンクしないように、実際あの 前タイヤかなり強くなってます。うん、ちょっと重いけど、あれうまく、まあ1回じゃできない、何でも1回じゃできない、そんな1回でできたらね、もう仕事ならんから、仕事になりません。もう、うまくやればできます。まあゴムでもいいんですけどね、あとビニールホース入れるっていう、とにかくパンノンパンク化っていうのが人類の課題なんですよ。うん、軽く、あのシリコン、まあ、うまくやればできると思うんです。あと後ろのタイヤを23じゃなくて25にしたんですよね。25っていうのは太さが25ミリって2センチと5センチ。最初ついてるのは23で、20って一番細いので20ミリっていうのかな、2センチぐらい。それでちょっとパンクしたんですけど、あのじゃあツールドフランスの人とか よく25ぐらいって聞きますけどね、25とか23とかわからないですけど、そこのところちょっとわからん。あれ特注ですからね、ツールドフランスとか、もうノーパンク化とか、いろんな車体にいろんな細工してるんだと思いますよ。まあ違反しない限りね、まあ、いつもポテンシャルって言いますけどね、ポテンシャルってまあ元の英語の意味は潜在能力とか、日本語で言うと伸びしろみたいなことをポテンシャルなんです。物理用語でポテンシャルって位置エネルギーのことで、同じ重さでこう高い、ここが位置エネルギーなんです。こう同じ重さだったらこう高く上げた方が落ちた時の衝突の、落ちた時のエネルギーが強いというの、強いのがポテンシャルエネルギーが高いっていう、位置エネルギーのことをポテンシャルって言うんですけど、まあ、そういう意味も込めて、でもこのパソコンとかの1万円のパソ、5倍のパソコンと15万のパソコンのポテンシャル、もちろん15万の方が高いんですけど、これ数値ができないんですよね。あまりに複雑です。だから値段でしか数値が一応できないっていう、15万。だから曖昧なんですよ、ポテンシャルってね、割と。あまりに複雑。一つ一つの部品に関して言えば、なんとかギガヘルツ、なんとかギガヘルツって分かるけど、全体で見るともうあまりに複雑すぎて分かる。だから大体、曖昧ですけど、ポテンシャルが高い。能力が高いので、うん。だから、
あのスキー板とかもいろんなカーボンとか最新の素材をカーボンなそういうのを積層させるんですよ。スキーとか最新の高いのあの安いのただのプラスチックとか、ね、そうするとポテンシャルが高くなって高い位置に行けるっていい場所に行けるそれでレースに勝つとかね、うん、そういうもんね。だからね最近カーボンフレームチタンフレームとかありますけどああいうもういい素材を積層させていくとポテンシャルもう能力仕事の能力がね高くなって事故りにくくなったりレースに勝ったりいい場所に行けたりするんですよ。そういう特注で作るっていうね。だから内側からポテンシャルが高い。まあこれ今日はクリスマスでなんかお母さんがケーキを作ってくれてて、いつも3粒ぐらい。うん、あもうあのあだからあさってスキー一応どっか行く予定なんで明日はまあ軽めに調整で明日早く起きないといけない。うん、ちょっと今日も早い若者のロードバイクの下に抜かれましたけど、あそこまでねスピード出せないなってもうちょっと年なのかしらね、知らんけど、ね、あそこまでスピード出せないなって。ビールはいいですもん、コーラで。あとヘッドの宣伝してもらう。石橋貴明さんって石橋がブリヂストンで自転車でトンネルズがトンで武田で奥さんが鈴木ほなみでスキーなんですよね。だからヘッドのまあ僕板橋だから近所なんでね、ハスネの近所なんで地元なんで、うん、帝京大学の高校が帝京の横なんで近くなんで一でいうと隣の高校なんですよ、帝京と北園って位置的に。まあ池袋商業っていうのもあったんですけど、だから近いんですよね。だから石橋さん池袋商業なくなったよね、もう、うん、ちょっと最初ね、最初僕北園の高校の入試の時に間違ってあの新板橋駅からねみんなが歩く方向ついてたら何も知らないから田舎から来てた。そしたら池袋商業駅の線路の横の池袋商業に行ってこれはやばいと思って急いで、うん、同じ日にあるってね試験、まあ、事なきはいたんですけど、まあ、それでも430点取れたんですけど500点満点中。あの頃は偏差値63ぐらいあったね、64ぐらい、34ぐらいあった、いや輪行じゃない、3時間ただ周りは貯金周り走っていきなり自転車やった。うん、いきなりってその周り近辺大宮まで行っただけよ。大宮の手前まで、もうでももう近いよ、もう3時間だもん。もういつものエクササイズよ、もうできそうだよ。大宮とか川越とか川越2時間頑張ってね。川越30キロなんよ距離的に。それでまだ15キロぐらいしか出てないから2時間ぐらいなんよ。
まあ、30キロ人口って言うけどね、お母さんならもう5時間ぐらいかかるか。乗ってなかったらね、辛い。でも通勤通学みたいなやったらもういつもの軽くじゃ。私も高校の時は自転車通学なんで。よかったよかった。ママチャリでママになってよかった。体力がつくんじゃろうね、ああいうことしちゃったらね。私は結婚してからあまり病気をしてないんだよね。痩せてるけど病気って床についたことがないじゃないか。そうだね。今度のがんの騒動は参ったけど、もうてっきりがんと思った。私また父無事とか、父無事で父が無事になるよ。京子がさんが膵臓がんだったんだよ。京子がさん、知ってる？小間ちゃんって言ってよ。あなた膵臓がんだよ。日露双方が受け入れ可能な解決策を見つけるべきだというような考えを示されました。現在双方で進められている交渉の状況。さあ、今日はクリスマスなんでね。また安倍総理は飲むものはコーラでいいよ。もうワインはあるけど。いや、もうコーラで。鶏肉が食べたいんですけど。鶏肉が、鶏肉もカニクリームコロッケも、うん、私はもうちょこっと食べればいいんだけど、うん、その背中を春に入隊した息子のショーリーまた、ちょっとおいい目に買ってきたから、まあこれ後で食べね。鶏肉でいいですよ、もう。結構高いだよね、この鶏肉ね。他何あります？鶏肉とサラダとこのあのキラフォーで今炊きよ。もうそれぐらいでいいよ、もうそんなの。9割が外国人だとか。
できたてんね。実はこれ中国の陝西省に伝わる地域のろうそくがあったやろ、そこに、うん、ろうそくだし、ろうそくすごく美味しい。もういいよ、そんなもん。いや、ケーキにさせる。それ絶対ですよね、昔かったから。やめて、そういうもうろうそくとか。なんで嫌なの？立てるわ、ゆうちゃん、別に。どうでもいいから、もうどうでもよくないの。じゃあこれを置いてるから邪魔になって。なんかこれやらされてる、誰かにやらされてる。食べていいですか？ご飯がもうすぐできるからね。銀紙あげようか。いい、もう、うん。銀紙あげようか。いや、もうティッシュでいいよ。クリスマスですけど、地味に、地味クリスマス。大人なんでね、もう。あるよ、このカニクリームコロッケ。これもこれもあるよ。これかこれどっちか。いやいや、これもあるって。あんた、それそれプラスこれもあるってこと。うん、うん、それ食って寝るわ、明日のために。明日もやる。いいでしょ。ちょっとこのフラフラできるけ、ちょっとします。ケーキも食べて。ケーキ後でいいよ。ピラフができる。あ、ちょっとそのサラダを取らなきゃ。美味しいね、それ。はい。
あー、いいかも。あの、シーザーサラダないですか？自分で取る、自分で取る。あー、はい、自分で取って。パスタ弁当お願いじゃないの？後で食べます。後で、あとチキンください。カニクリームも。まだ食べる？はい、まだ食べる。カニクリームも。カニクリームもある、あるんですか？置いといてください。お肉も食べるの？はい。ダドンドン。この骨が美味しい。はい。ちょっと
時間がかかるみたい。きれいに食べるね。食べます。うん、なんとこうゼラチンがあっていいね。もう終わったよね。手首がほんの骨の髄まで食べて食べて。こんなこと見せたくないのに見せないしょうがない。やり始めた人の罰だYouTube をやり始めた人の罰。いや別に僕が一番始めないよ。だって個人の、まあ、KITP とか NI とかあったけど個人で投稿し始めたの僕ぐらいよ。まあ確実間違いなく一番じゃないけど真面目に投稿し投稿動画投稿し始めたの僕らぐらいよ。他にもいた、うん、団体とかあったけどね。僕が一番初めっていうことじゃないよ。誰かいたのよ作った人が。でもかなり真面目にやりだしたから。ただその前に掲示板とかいっぱいあったけどね。先輩はいくらでもいる。なんか飲むものを飲むのを飲ませてみよう。カニクリームが美味しい。カニクリームの作り方がわからない。カニとホワイトクリーム混ぜるんじゃないの。お兄さん何いつ帰ってくる。お兄さん見てたら帰ってきてください。いつも31日帰ってくるよじゃん、うん、お兄さんにドライブ連れてってもらいい。お兄さんに頼むから。ドライブえ、うん、ドライブ見た方がドライブ行った方が健康になるよ。お父さんが行ってる時に病院に行ってる時に、うん、見てると言っても黙ってんじゃらん子。え？あの子黙ってんじゃろ。何よ。物喋らんね。喋るよ。昔、汽車に乗って、ここに九州に帰るときだったら、よーしゃべりよったわね。昔はあのお兄さんが汽車で連れてきてくれたから。うん、日輪とかね。うん、僕はよくわからなかった。駅の名前をずらーっと言ってね、ほんと。うん、専門家やったね。もう異常な興奮を示したいから電車乗ったら。うん。電車は好きだった。うん。今僕は好きだけどね。ほんと。二人で電車の中走り回ってから。うん。小さい頃、二人を連れて電車で行くのはまあ大変なことやった私は。おんぶして一人を、ほんと、一人の手を引いて。うん、若いからできるんだろうね。
だこ。辛いのが好きな人おるんやね、本当に。うん、それ何それ。ああごちそうさまでした。いいクリスマスだったな、うん、地味だけど。ご飯があるって、ちょっと待って。いや、ご飯も、ピラフって言った？ピラフよ、ピラフ。いや、もういいよ、僕。ちょっと違うよ、普通の。いや、ちょっとだけ、あの、パエリアみたいなやつ、いわゆる。ちょっとだけください、もう。僕は明日のために、とっとと寝られんけど。考えて作ったんだけど、ちょっと、食べてよ。朝早起きには損する一日。そうね。もうちょっとね、体力は持たん。寝るからよ、早起き。昨日さすがに山登ったら疲れてた。山登ったね、昨日は。いや、自転車でよ。いや、自転車で山登る。自転車で500メートルの山登って。坂道を小金かね。大したことない、初心者。富士山登る人大したことないよ、あんたそんな言うけど。いや、富士山登る人もいるんだから、山そんなん、もうそれにかけちゃるような人は、そろお前特別な人よ、そんな。いや、いっぱいいるよ、世の中、まあ、そりゃそうだけど。だって地方の人はね、山登りぐらいしかないもん、あそこそ。地方の人はあんまり山に登らないよね。地方の人ね、女の子でも登るよ、山に。都会の人が登るよ。女子でもね、平気で冬山登るよ。群馬とか知らんけど。この間赤木さん行ったら女の子が二人ね、冬山登山してた、うん、こんにちはって言ったけど。こんにちはって言ってくれるの。いや、山はみんな連れ違うときこんにちはって言うから、うん、ね。